ハイスクールミュージカル、ザ・ミュージカルは2019年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。2006年に公開されたテレビ映画、ハイスクールミュージカルシリーズのリメイクドラマ。アメリカでは2019年11月からディズニープラスで配信された。日本では2020年6月からディズニープラスで日本語字幕、吹き替え版が配信されている。本作は 第2シーズンの制作が決定している。イースト高校を舞台に10代の若者たちがハイスクールミュージカルの上演に挑戦する。ハイスクールミュージカル、ザ・ミュージカルのキャスト。上段左からソフィア・ワイリー、ケイト・ラインダース。2017年11月9日、ディズニーから映画、ハイスクールミュージカルシリーズのテレビシリーズ化を企画していることが発表された。本作は、 ディズニープラスのローンチタイトルとして制作されたが、ディズニープラスのローンチに先駆けて2019年11月8日に、第1話のみ、ディズニーチャンネル、ABC、フリーフォームで放映された。ディズニープラスでの配信は2019年11月12日からスタートした。第1シーズンは批評集積サイトのロッテ点とまとずに31件のレビューがあり、 批評価支持率は74%、平均点は10点満点で7.41点となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、過重平均値は64、100となっている。ありがとうございます。